こんにちは。おお、来たか。トランクスがチェックしていた巻物に怪しい気配が感じられたの。この歴史では完全体になったセルによってセルゲームというものが開催されています。しかしこのゲームに本来参加しないはずの戦士が紛れ込もうとしています。ミラネ、あいつは時の流れから外れた存在。俺も一緒に戦えます。お二人ともサポートをお願いしますね。任せておけ。後輩にいいとこ見せなさいよ、トランクス。はい。ここから先は通さないぞ、ミラ。通らない。タイムパトローラーの名にかけて、お前はここで倒す。実力の差は分かっているはずだが、お前の闘志は見られないようだな。当たり前だ。どんなに相手が強かろうと、俺は決して諦めたりしない。その得体の知れない強さ、興味深い男だ、トランクス。サイヤ人を連れている。ただの腕自慢なら俺の敵でもないな。今テルゲームの会場では、悟空君とセルが戦いを繰り広げているわ。二人の戦いの邪魔を絶対に立てられよ。どうぞ。行くぞ。消えてなくなれ。メッタ、おめえの強さはよーくわかった。ほら、もうやめとく。おめえの出番だぞ。わっ。悟空くんの戦いが終わったみたいね。もう少しの辛抱よ。そろそろ殺すか。お待たせ、ミラ。準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トア。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。こんなことで満足するなよ。貴様ならもっと上を目指せるはずだ。セルの木がいきなり膨れ上がった。トアの魔術だな。残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史には昔の俺もいますから。パワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。
逃げる。絶対に勝てない。小さくていいわ。私の子供たち。このセルジュニアは危険すぎます。みんながやられないよう一緒に戦ってください。おい、すごい。あんたが知らないことも助かるぜ。頼みがある。ユーロ、首がしゃべる。あの子供の死にすまれば、セリがいるんだぞ。お前も、少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。よし、やってやる。お前も知らない奴らが戦ってるんだ。チャンピオンが逃げたんだ、いいもらえもんだぜ。よし、ここに投げること。そうか。正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きな自分の動物たちを守ってやってくれ。余計な音だ。できそうだよ。真の姿を見せてみる。これで面白くなってきたぞ。実際にガハッサが覚醒しましたね。しかしまだ本来の歴史としてセルジュニアが残ったから、札まで乗ってガハッサに覚醒してください。いい気になるなよ小僧。まさか本気でこの私を倒せるとは思っていなかった。そうするさ。大きな。うん。こんなことで満足するなよ。貴様ならもっと上を目指せるはずだ。セルゲームは誰でも参加自由なのよ。参加させてもらうぞ。俺たちもな。なんだって。よかろう。ゲームの参加を認めよう。メタルクラ。こんな時に現れるなんじゃね。このメタルクラというのはなんでこんな中に入れるんじゃ。やつらは機械はエテスターの科学院で作り出したアンドロイドなんです。あの花のワームホール、時空と時空をつなぐトンネルのようなものです。メタルクラたちはこことは違う時空からセルゲームの会場に乗り込んできているようです。メタルクーラーを食い止めてください。くそ、このままじゃキリがないぞ。トランクス、
あなたも火星に行きなさい。ワークホールの向こうに行けばご飯くんたちと会わずに済むでしょ。クーラーを相手にして勝てると思っているのか。そっちこそ俺が何の作戦も立てずに突っ込んでくると思っているのか。何、俺の母さんは天才科学者でも俺の趣味も機械いじりだ。ビッグデデスターの中枢コンピューターに自滅プログラムを仕掛けてもうすぐお前たち全員消え去る運命だ。なんだと、メタルクーラーが動きを止めるまでこいつらを食い止めますよ。これでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。こんなことで満足するなよ。貴様ならもっと上を目指せるはずだ。死の淵からよみがえってくる。
私はサウルにパワーアップしてみるぞ。ふっ、ミノムシ、キドモ。思い上がりで死んでしまったお父さんの形ちゃんも嬉しいんだ。ぜひこの手で殺したかったと思っていた。コマのマジックでパワーアップしています。コマーさん、セルを倒してください。タフィンの始め、よし、死んでこの死んでこの消えてなくなれ。貴様に教えることはもう何もない。やった、やった。どうやら助かったようだな、俺たちは。おかえりなさい。今回はびっくりしたの。クーラがあんなに大量に押し寄せてくるとは。しかしトランクスのおかげでなんとかなってよかったわい。ええ、まさかトランクスがあそこであんな起点を聞かせるとはね。え、時の海王神様、そのつもりで俺を行かせたんですよね。そうよ、決まってるじゃない。じっと。何よその目は。なんとかなったからいいじゃない。やれやれ、お前さんも苦労しとるの。
なんだ？こいつは驚いた。ここまでとは思わなかったぞ。